先日、内モンゴル自治区で遊牧民約100人が空軍基地の前で軍による土地の占領と地元のオアシスを汚染したことに抗議するデモを行いましたが、兵士から銃で威嚇されました。現地住民によると、この基地は遊牧民の土地を無理やり占領しただけではなく、環境を深刻に汚染し、地元ではがん患者の数が激増しています。先日、内モンゴル自治区アルシャーメエチナキで遊牧民およそ100人が蘭州軍区14号空軍基地の前でエチナのオアシスを保護し、美しい故郷を返せと書いた横断幕を広げ、地元政府に近隣の甘粛省からの漢族の移入及び不法に土地を略奪することをやめるよう求めました。しかし、基地の兵士は遊牧民に機関銃を向け、近づかないよう警告しました。地元住民は遊牧民の土地が占領されたから抗議していると示しました。エチナキには放射性廃棄物の保管施設があると噂されています。14号空軍基地の隣は衛星打ち上げの試験基地、主戦衛星発射センターで、この地域では白血病やがん患者が激増していますが、基地建設と関係があるのではないかと考えられています。政府資料では1958年、エチナキの2800平方キロメートルの土地は軍事施設建設のため収用され、遊牧民数千人が水と草のある美しい牧場から追い払われました。発射センター建設後およそ50年の間に湖は干からび、湿地は消失し、オアシスは元の6500平方キロメートルから現在3328平方キロメートルまで減少しました。毎年13平方キロメートル減少しており、遊牧民の生計に深刻な影響を及ぼしています。新東人テレビがお伝えしました。有人说他是专制政府的，政府与危险组织相当大一家。